はい、こんにちは、たけチャンネルです。今週もですね、毎週恒例のこちら、週刊宇宙アセットの、週刊宇宙戦艦ヤマト2202ダイキャストギミックモデルを作る、こちらの第37号をやっていこうと思います。はい、今回で結構いろいろ進むみたいなので、早速やっていきます。はい、それでは早速やっていくんですけれども、37号ではLED の基板の取り付けとロケットアンカーの組み立てをやっていきます。なので、パーツとしては、ロケットアンカーのパーツ一式と、あと LED の基板ですねが付いてます。さら、これを早速やっていきましょう。で、まあこの辺はね、船体にくっつけていく形なんで船体を出してくるんですけど、ちょっとね、視聴者さんから教えてもらったやり方で、この土台を今までこの足に対してこれを1本っていう形でつけてたんですけど、こういう形でね組んであげるとちょっと安定感が増すんですよね。まああんまりこれでもグラグラするのは変わりはないんですけど、若干この間までよりは安定感が増すので、こうしといてあげる方が多少作業はしやすくなるかなと思います。多少ですけどねはい、なんで早速やっていきましょう。で、まず、LED のケーブルをつ、基板をつけていくんですけど、まず最初に前回つけたテストユニットの配線を取り外します。これを取り外してあげて、で、この LED をつけていくんですが、向きがどう向き？ん？どうなってんの？ちょっと待ってよ。あ、そういうことか。見えるかな？ここぐらいでやった方がいいのかな？よいしょ。ここですね。ここに LED をセットし、LED 基板をセットしてあげて、で、付属のビスで固定していきます。はい、でここに LED 基板を固定してあげたら、この付属のケーブルですね、付属のケーブル2種類入ってるんですけど、それの、この3色の方ですね、ブルー、紺、赤の3色の方、こっちのカラフルの方じゃなくて、この3色の方のケーブルに、この B2 のシールを貼ってあげて、まあこれも目印なんでね、そんな厳密に貼らなくても大丈夫だとは思うんですが、一応 1.5 センチと言って、1.5 センチのところに貼ってって書いてあるので、まあ大体それっぽい位置に貼っときましょう。よいしょ。こんな感じで貼っておいて、B の2を、この B の配電基板のここの2ってとこですね、ここに差し込んであげます。よっ、ここに差し込んで、で反対側を今つけた LED 基板のカプラーに差し込む。
この時にカップラーはね、いつも毎回言ってますけど、きっちりまっすぐ差し込むように気をつけてあげて、つないであげる。そしたら次に、これやね、ここの SL の光ファイバーを、ここの SLL って書いてあるところに、この2つですね、この2つをここに差し込んであげます。よ、結構ギリやなこれ。よっ、よし、ここと、あ、抜けた。マジか、ちょっと待って。結構この光ファイバーギリやな。これね、光ファイバー刺した後先っぽ出てる分綺麗みたいな指示がいつも書いてあると思うんですけど、これ切らない方がいいですよね。結構ギリなんですよね、今つけたやつも。あんま切らない方がいいかもしれない。あ、でも切らないと中排水光ファイバーが余って作業しにくくなるのかな。微妙やな。まあまあいいや、こんな感じでとりあえずね、2本 SL を2本刺してあげます。こんな感じで、次に、こっちのカラフルな配線、カラフルな配線に、この B4 っていうシールを貼ってあげます。まあこれも適当でいいでしょう。要はこのシールの B4 っていうのは、多分この基板 B の、配電基板 B の4番に刺すっていう意味なんでしょうね、多分ね。だからこれをつけてあげたら、これを貼ってあげたら、この B の4番のカップラーに差し込んであげます。この奥まった位置にあるカップラーなんでね、ちょっと差しにくいですけど、まっすぐとギュッと差し込んであげる。はい、こんな感じ。とりあえずこれで LED 基板の取り付けは完了になるので、ちょっと一旦これは置いといて、次ロケットアンカーの組み立てに行きます。はい、続いてはロケットアンカーの組み立てをやっていこうと思います。で、まあロケットアンカーこんな感じで、パーツが全部バラバラで入っているので、これを組み立てていきます。まあ、ちょっと片っぽはね、練習で組んだんですよ。ちょっとややこしいんでね、これね。まず、ロケットアンカーの、鎖とつながる部分ですよね。これをここでくっつけてあげる。これはもうはめ込むだけですね。はめ込むだけでこうやって首が振るようになります。こうやってつけてあげたら、次にロケットアンカーの左右のパーツ、これをここに取り付けていきます。で、きっちりと位置を合わせてあげて、で、このピンを差し込んで、ギュッと圧入。このピンはね、片側だけギザギザに、ロレット加工っていうんですけど、ギザギザに抜け止めの加工をしてあるので、抜け止めがついてない方を、ついてない方から差し込むっていう感じにしてあげてください。ちょっとちっちゃくて見えないですけどね。差し込んで、こういう感じですね。こういう感じで入れてあげたら、一応ここでこう稼働する形になります。ただまあこれちょっと結構硬いんでね、
硬いのと、まあ、この軸の根元についてるこの突起でこうクリック感を出してるんで、あんまりグリ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 動かしすぎちゃうとね、多分あのゆるゆるになっちゃうんで、必要以上にはあんまり動かさない方がいいかなとは思います。で次に、この先っぽのパーツですねをつけてあげるんですけど、これはね左右向きがあって、まあ、形状的にね横から見るとこういう形状になってるんですけど、同じようにこの短い出っ張りがある方向をこうやって見ると、ここの先っぽの形状ねがちょっとこう内側にこう向いてるんですよね。なので、これが両方内側を向くようにセットしてあげて、でここにもう一本のピンを差し込んでいきます。これはもう2つの爪まとめて固定するピンなので結構長いので、これを綺麗に一発で通すのがなかなか難しい。でちょっとね、よいしょ、こういうねこうステーというか受けがねこうピョコッと出て、でそこにピンを通すっていう形状なんで、圧入しようにもこう変に力かけるとポキッとこいつが折れちゃうんで、こっちをね机の角かなんかに当ててあげて、で、ギュッと押さえてあげる。あ、ちょっとこうこんなん使うとここの角にねこうやって当ててあげて、ちょっと真上の角度なんで見にくいですけど、ここの角のところに合わせてあげて、このピンのお尻をギュッとドライバーのお尻とかでグッと押さえ込んであげると、こんな感じで圧入できます。これね、こんな感じ。ここまでズームにするとピントが合わないな。はい、こんな感じ。これでね一応ロケットアンカーの組み立てが完成なので、次は、テストユニットの取り付けをやっていくので、もう一回ちょっと、船体と甲板を取ってきます。そしたら、甲板をまず取ってきたので、甲板のこの基板ですね、基板 A やったかな、基板 A の、基板 A のこの8っていうコネクタですね、8っていうコネクタに、このテストユニットのカップラーを差し込んであげます。この時電源オフになってるのをしっかり確認して、これもちょっと視聴者さんに教えてもらったんですけど、テストユニット差し込んでオンにするといきなり方針が動くっていう風に言ってたので、必ずオフにしてからやってあげます。で次によっ船体を持ってきて、ロケットアンカーを通してあげるんですけども、ロケットアンカーを通してあげるんですけど、ちょっとね見にくいな、まずここね、ここの穴に先に通してから、この船体パネル横の穴から出してあげる感じでロケットアンカーを通してあげます。で配線に気をつけながらスルスルと下ろしていくと、よいしょ、よし、下ろしていくとこういう感じで、船体パネルと甲板がくっつきます。こういう感じね、ちょっとこの辺の散らかってるのが見えるけど、こんな感じになります。はい、で、この辺ね、この辺が、普通にの
はめるとポコッと上に乗っかっちゃうんですけど、ちょっとまあ船体パネルを広げるような感じでギュッと押し込んであげるとここが辛い位置になるので、こういう感じにセットしてあげます。で、このロケットアンカーのこの鎖ですね、鎖の先っぽに、この輪っかをつけてあげて、その先っぽにロケットアンカーを取り付ける。で、多分ね、これはね、後でまた取り外すんだと思うんですよね。ここちょっとリング隙間が空いてるんですけど、隙間が空いたままの状態にしておくそうです。多分後でなんかかしめるかなんか部品をつけて、あの外れ止めをするんだと思うんですけど、とりあえずこのまんまにしておきます。両方ともロケットアンカーをつけてあげる。多分ね、この後ロケットアンカーを巻き取ったりするんで、テストで。その時にね、こいつがついてないと中に全部入っちゃうんで厄介なことになるんでしょう、多分。はい、そしたら、これでとりあえず、今回の取り付け、組み立ての方は終わりなんで、こっから次テストをやっていこうと思います。というわけで、まずは電源を入れてあげると、こうやってね、勝手にいきなり動き出すんですって。止まらない、お、止まった、逆回転した。はい、こんな感じになるんで、必ず電源切っといた方がいいですよっていうことですね。はい、これはあの教えていただいた視聴者の方ありがとうございます。はい、そしたらまずはテストユニットの S1 のボタンを押すと、わかります？これ手法が上下する感じですね。で、もう一回押すと止まるという感じになります。ん？どういうこっちゃ？で、あ、ロケットアンカーも動いてた。全然見てなかった。こっちのロケットアンカーも動いてますね。こんな感じで、もう一回押すと、ん？あれ、ロケットアンカーが下がってこない。あれ、ロケットアンカーが下がらないぞ。なんかおかしいな。なんだろう。ロケットアンカーが下がらなくなった。どうしたもんか。とりあえずちょっとこれは後回しにしよう。で、次 S2 を押すと、こんな感じで、各部のライトが光る感じですね。ポッポッポッと即興儀と、あと各部のこの白いライトが点灯します。
で次に、S3 を押すと、S3 を押すとこことここですね、こことここが赤く点滅します。すっごい暗いんで分かりにくいですけど見えるかな。こんな感じ。こっちも、このアンテナの先っぽのとこねが赤色で点滅します。で、次 S4 を押すと手法が左右に動くと。あれ止まらないぞ。あ、止まった。はい、こんな感じ。こんな感じで稼働します。ちょっとロケットアンカーだけが、なんか降りなくなったんだけど、これどうしたもんかな。ちょっとバラして見てみます。はい、ですね、ロケットアンカーギアボックス、がちょっと動かなかった件なんですけど、今ちょっと一回全部バラバラにしてチェックしてみたんですけど、この9号、9号じゃ、何号やったっけ、9号やったな確か。9号でロケットアンカーギアボックスの組み立て、違う、9号じゃない、間違えた、10号だ、10号でロケットアンカーギアボックスの組み立てをやったんで、そこをちょっと出してきて確認したんですけど、今確認した限りではちょっと怪しいなと思ったのはここ、スイッチ、ロケットアンカーギアボックスの多分巻き取りの上と下をチェックするようなスイッチだと思うんですけど、このスイッチとこのギアのレバーの、ギアのこの T 字のモールドの位置っていうのが、説明書ではこうくっついてる状態にしてくださいっていう風になってたんですけど、今ちょっと開けて確認してみたら、これがね1コマか2コマずれてたんですよね、僕のやつ、僕の組み立てのミスだと思うんですけど、1コマぐらいずれてたんで、そこを、修正しました、修正したのと、あと軽くねここのギア、このローラーを巻き取る用のピニオンギアですね、ここのギアの動きがちょっと硬かったんで、ミニ四駆用のグリスをねここに軽く塗りました。そしたら一応、動くようになったので、とりあえずこれで OK なんじゃないかなとは思います。はい、ちょっと結構ギア自体にガタがあるんで、そっちが原因っていう可能性も考えられるんですけど、そっちにガタ原因があった場合はちょっとギアボックスの中のそのギア周りのね軸受けとかを改造してやってあげないと、改造してガタを潰すっていう作業をしてあげないと修正ができないんで、とりあえず一旦これでいこうと思います。で、後々また不具合が出るようであれば、またその時考えようかなと思います。とりあえず今回はこれで終わりにしておきます。はい、というわけで、今回の組み立て、ちょっと今回長くなりましたけど、長くなったかな、どうかな、とりあえずこれで終わりに
しておこうと思います。はい、というわけで、まあ、また来週も、この引き続きこの続きをやっていくんですが、来週は、速報展望室の組み立てと取り付けっていうことなので、速報展望室なんで、ちょうどこの後ろにつく、センターパネルですね、になるので、その辺の組み立てになってくるみたいです。ここもまあ光るので、中に LED を仕込んでみたいな感じになるみたいなので、また来週やっていきますので、続きが気になると思っていただける、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると、最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。